さあ始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。私たちは元気です。暑さにはかまぐれぜっていうね、暑いですけれどもね、もう着替えを持ち歩いていつも歩いてるんですけどね。さあミシェルさんは、はい、まあ、現役引退して、まあ、ちょっとだけ時間が立ってらっしゃると思うんですけれども、すごい立ってますよ。すごい立ってこんななっちゃいましたけどね。あの体力の低下って感じることってありますか？はい、もう前の何もないね、残ってるものがね。いやそんなこともないと思うんですけど ね、もう痛みでやめたでしょ。もう練習とかトレーニングしないことが幸せだったから。ひどいですよ、僕の体ひどいですよ。見た目はスレンダーですけれども中はね、なんか実際どうなってるかわからないというひどいんですよ。そこで今回まずご紹介するのは、日本初中高年専門のパーソナルトレーニングジムを運営しています、こちらの企業様です。まさしく現在4人に1人が65歳以上で形成される我が国にとって、中高年の健康は社会が抱える大きなテーマとなっている。厚生労働省が発表したデータでは、運動不足を感じている中高年は半数以上に上り、その結果はこの先の健康を脅かす大きなリスクとなっていた。そんな社会が求める健康長寿大国日本を築くため立ち上がった男がここにいる。心身健康クラブ、枝光正人。日本初の中高年専門パーソナルトレーニングジム心身健康クラブでは、お客様一人一人に沿ったトレーニングで実現する介護ゼロ、寝たきりゼロの社会を目指し、全国各地へと店舗を展開。環境、心、体、すべてのケアを徹底した経営方針で、中高年のクオリティオブライフを支え続けている。今回は枝光正人をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。心身健康クラブさんがどういったクラブなのか、ちょっと具体的に詳しく教えていただけますか？はい、今まであのスポーツクラブに通ったんだけども、長く続かなかった、あるいは続いてるんだけどお風呂会員であんまり行ってないなっていう方とか、よく聞きます。あとは、まあ、運動が必要なんだけど、まあ、ちょっとハードルが高くてトレーニングきつそうだし、っていう風に来て、あの実際は運動ができてない、継続してできてない方が、私たちのジムには、週1回でそれぞれに合った無理ないトレーニングということで、長くより長く続く、そういうトレーニングにしてもらってます。これが大事なんだよね、長く続けるということが。もう心身健康クラブさん、はい、いつ頃できたんですか？2013年の、11月にオープンしまして、今4年が、経ってます。場所はどちらにあるんでしょうか？四ツ谷店っていうですね、はい、あの四ツ谷にあの店舗が1店舗ありまして、あのフランチャイズ展開をして、あの大阪の高槻に、今年の7月に、開店が始まりましたので、はい、まあ、今東京と大阪にあるという感じです。枝光さんはもともとはどういう活動されてたんですか？もともとは、まあ、個人でそのパーソナルトレーナーとして約18年間あの中高年専門に見てまして、プロのスポーツ選手を、見てたこともあったんですけども、やっぱり中高年にこそこの筋力トレーニングを広めたいなっていう自分の思いがやっぱりあってですね、で個人でそれを続けてきたんです。でその個人で続けてきて、あの非常にこれはニーズがあるということで、トレーナーを今度は育てたいと、僕と同じように中高年専門のトレーナーを育てたいということで、そのトレーナーの学校を作ったりで、トレーナーを作ったら今度はそのトレーナーが働く場所、ここを作っていきたいということで、あの店舗を作っ て、まあ、そういう順番で今活動をしています。さあ現在はフランチャイズ展開もされてるんですよね？はい、はい、その中高年っていうその
今市場にですねあまりないターゲット層を捉えたですねそのお客様のビジネスをしているので、それが、養成スクール先ほどのトレーナーさんを育てるというところとこう合わせてですね全国に展開を広げていきたいと。やはりその中高齢者っていうのは今団塊ジュニアから団塊まで日本の人口のね中心を担ってますのでその人たちっていうのはと、ね、東京にいるだけじゃないですね地方にも全国にいますのでその人たちに、少しでも健康を提供していくサービスをしたいということで全国展開を、去年から準備をしてまして、まあ、ようやく今年の7月1日に大阪にオープンにして、まあ、この秋来年にかけて一気にですね全国にお広めようと、はい、そういう段階になります。ここで現在54歳の宮澤ミシェルも実際に体験させてもらうことに。じゃあ持っていただいてます、ね、身長何センチですか？77。年齢は54です。トレーニングしてますか？全然してます。今、痛みの方があれで。あ、そうですか。測定が完了しました。あ、じゃあ、じゃあ。そのまま、いるんか？久しぶりにそういう、ねいろんな体験しましたよ。ドキドキしたんじゃないでしょうか。早速今結果が出ましたので枝道さんちょっと見せていただけますか。はい、体重が現在74キロということで標準の範囲が62キロから 75.7 キロというところなので体重は標準の範囲の中に入ってます。体重は、はい、で問題はですねまず体脂肪量ですね、はい、体脂肪量が17キロありまして標準の範囲が 10.3 から 13.8 キロになってますので超超えてますね。 3.2 キロぐらい、まあ、体脂肪が標準の範囲を超えて多いと。それでですね筋肉量が 52.7 キロなんですね。で標準の範囲が 51.1 から 54.4 キロなのでこれはど真ん中に筋肉量入ってます。別に多いわけでも少ないわけでもなくいわゆるもう標準の筋肉量に元アスリートが標準で、そうそう多分現役自体はこれが大幅に超えているはずだったんですけど筋肉量はやっぱり人並みに今なって体脂肪量は人並み以上に増えているので、はい、危険領域ですか。バランス的には体脂肪が多い体質に今なってます。何もできないからね痛みでね。それで内臓脂肪レベルっていうのが出てるんですけど、はい、標準の適性を超えて、はい、境界型も超えて内臓肥満型に今なってましてこれは食事が、反映されてます。やっぱり内臓脂肪がつきやすい飲食になってるっていうのがここではっきりと。これは致命的だなこの見た目じゃわからないんですね。スレンダーですから。そうですね。だから多分その貯金でまだ今こういう体型維持されてると思うんですけど、まあ、今後5年10年後っていうところを見てみると体脂肪量を減らしながら筋肉量を増やすっていう形になります。すなわち体脂肪量、筋肉、体重のこの3つの関係が今一番多いのが体脂肪、2番目に多いのが体重、3番目になるのが筋肉量っていう順位なんですけども、筋肉量が一番多い、それで体脂肪量と体重はそれよりも下っていう、そういうバランスになる必要があるんですね。はい、
やっぱりだから皆さんがこれをまず受けてからトレーニングに入られるということ で、ね、やっぱりこのどこを自分が、どこに問題点があるのかっていうのを把握できるのはすごくいいことです、やっぱりその膝が痛い方は足前の筋肉の左右差があって、どちら側かにかあの負担がかかり続けているとか、胴体の体幹の筋肉量が少なくて、腰痛に少しなっているとか、姿勢が悪いから背筋が弱いとかっていうところが、この筋肉量とちゃんと関連性があるんですね。ああ、そういうデータでピッと出てくるんですね、はい、今年また新たな協会を立ち上げられるそうですね、はい、あの全日本心身健康協会という協会を立ち上げまして、あの先ほどその筋肉イコール健康っていうのをこう広げていくと、まだまだやっぱりそのトレーニングっていうのはそのだんだんメジャーになってきてるんですけども、まだまだそのイコールじゃない、健康維持するときに今 どちらに行ってますかっていうと、整体院に行ったり接骨院に行ったり病院に行ったりっていう方が多いですね。で、運動がじゃあどんなのがいいですかって言ったときに、その散歩だとかあるいはゴルフだとか、あの、まあ、カルチャー的な動きをあの全部総称して運動って言ってるんですけど、やっぱり筋力トレーニングとその他の運動っていうのはちょっと違っててですね、でその筋力トレーニングがまだやっぱり広く認知されてないっていうところで、あのご家庭にどんどんそのトレーニングを普及していきたいなっていう思いがだんだん高まって、それじゃあ協会を作ってホームトレーナーっていう、ご家族がご両親に向かってトレーニングをできるような、プロのトレーナーのメソッドを家庭の中にこうバージョンを下げてですね、あ、なるほどね、はい、でそうするとご家族がその介護予防、寝たきり予防にもつながるし、コミュニケーションにもなりますよね。それはありがたいね、はい、そのホームトレーナーという職、はい、一家に一人だよ、そうです、お抱えトレーナーということで、そうですよね、はい、時代とともに大きく成長したフィットネス業界、そんな中で枝光が最も必要としてきたのが優れたパーソナルトレーナーの存在であった。心身健康クラブには欠かせないその存在について、さらに詳しく話を聞いた。先ほどあのプロのトレーナーの時にもねちらっと言いましたけども、まあ、体の部分は一般的にこう筋力トレーニングというものがあります。で心の部分は、その方のですね、あの目的とか、それからやる相手とか、あとそのやる場所がこれ環境になっています。であと食事の部分もこの環境になります。でこの3つがやっぱりその揃ってですね、各1個ずつじゃなくて3つがちゃんとあの絡んでですね、トレーニングというのは成果が発揮されます。で、まあ、それを心身健康トレーナーって言ってるんですけども、まあ、それがプロバージョンと、さっき そのアマチュアのご家庭のホームトレーナーバージョンというふうに分かれてます。さあお客様の反応も届いていますので、ちょっと私からご紹介させていただきます、はい、早川様です。40代女性、音楽をやっていらっしゃる方ですね。気は優しくて力持ち、そんな枝光先生の豊富な知識とボディービルダーとしての経験に裏付けられた的確なご指導には、確実な効果だけでなくトレーニングの楽しさも感じさせていただいています。故障のない順調な演奏活動ができるのは枝光先生のおかげですという、素晴らしい、お声でしたり、この方は藤川様、70代の女性です。年を重ねるごとに1年があっという間に過ぎてしまいます。今回は久しぶりに筋肉痛になりました。かなりの強度です。でも心は晴天です。とてもいいことをしたという充実感でいっぱいです。枝光先生ありがとうございます、とこのメッセージが届いてます。70代の、70代の女性です。本当に層が厚いですね。そうなんですね、皆さんなんかすごい気持ちいいです、楽しいですっていう言葉が多いですね。そうです。だからトレーニングってなんか辛く、はい、なんか厳しいものって、だから今日ちょっと疲れてるからやめようかなとか明日にしようかなっていうのがあると思うんですけど、逆そうじゃなくて、トレーニングっていうのはすると逆に爽快になって、軽体が軽くなって気持ちよくなる、そういうものなんですね。健やかな人生をサポートし、心も体も健康へと導く枝光正人、そんな男が心に刻む格言とは。
バリバリ元気、現役生命の延長で、あの現役生命っていうのはこれはあの働いている方もそれから趣味を持っている方も主婦の方も今の、健康的な現役っていうところですねの延長を、狙った、筋力トレーニングですね、狙った人生は筋肉だっていうのですね筋骨隆々じゃなくその人生のライフワークに対して筋肉が必要だところをあの強くあの示していきたいです。いやーありがとうございます。もうますますね先生を通じて日本を元気にしちゃってください。はい、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。